今現在のホームレス鳴上村の人数は僕を含めて1、2、3、3人です。ちなみにこの間タジフさん43歳が関西からホームレスのね体験にやってきましたけど、今はねもう関西に帰っちゃってます。ここでね生活してたんですけど、ホームレス鳴上村2日間体験して楽しかったとかってね言ってました。結構楽しかったです。まあ本当にいい場所だなぁと思いました。アロハホームレス鳴上村村長の鳴上七九さんです。最近ね、ホームレス鳴上村の村民から住民税を徴収しようかなって検討しているんですよ、村長としてね。なんで住民税を徴収しようと検討しているのかについてね、今回の動画では話していきたいと思います。お前ついに金儲けに走ろうとしているのかっていう風にね失望された方もいるかも分かりませんけど、決してそういうことではないんですよ。みんなのね命を守るために必要かなと僕はね徴収を考えているんです。ここ荒川河川敷では台風の時に川がね増水しやすいんですよ。下手するとホームレス鳴上村が沈没しちゃうっていうこともね起こりうるわけです。だからそうなる前にみんなでね一緒にネットカフェでも避難できたらいいなっていうふうに考えたから、住民税のね徴収月1000円でもできたらいいなって思ったわけです。やっぱり避難を個々の判断とかで任せておくと、いや俺は今金ないからネットカフェとか行かない、避難所を開設されてたら行くんだけど避難所なんか開設されてないし行かないとかって言われてここにさ残られて、それでね結果的に川が増水してそれで死んじゃったらさ、少なからずね僕の責任もあるわけですよ。僕がね YouTube で配信してホームレス鳴上村を作っちゃったっていうねそういう側面もあるのに、避難のね判断は個々に任せて、個々の判断が間違ってたから勝手にね死にましたから僕は何も関係ありませんと、そんなことがね言えるのかって言われると言えないと僕は思うんですよね。まあね他の人はさ自分のことはさ自分でやるからとは言ってるんだけど、それでもやっぱり自分がね村長として全く責任がないかと言われればそんなことはないじゃないですか。だから村長としてねみんなの命を預かっているっていう側面がある以上、事前にね住民税とかさ徴収してさ、それでいざという時にネットカフェとかにみんなで避難できたらさ、それが一番いいんじゃないかなっていうふうに思うわけですよ。みんなの命を守るためにはそれが一番っていうことです。まあまだね検討段階ですから、みんなからね住民税を徴収するっていうことを確実に決めたわけじゃないんですけれども、もしかしたら今後ねホームレス鳴上村で住民税を徴収していくっていうことが始まるかもしれません。またねそうなったら動画でねそのことをね話したいと思いますけどね。はい、ということでねご視聴ありがとうございました。実際ね住民税を徴収するってなってもホームレス辞める人が出たら余ったお金はね返そうかなと思っているので、全然ね金儲けとかそういうことはね全く考えてないです。動画の本題とは関係ないんですけれども、このテント余ってるから誰か欲しい人いないかなと思ってます。例えばどっかでホームレスやっててこのテント欲しいとそう思っていただけるのであれば、取りに来ていただいてね、僕に一声かけていただければ、持って帰っていただいて構いませんので、別にね、ホームレス鳴上村の仲間となって、生活しなければこのテントあげませんとか、そんな話はないんでね。
はい、ということでね、アロハー。